競技カルタ。競技カルタとは、小倉百人一種を用いて、一般社団法人全日本カルタ協会が定めた規則に則っ,って行う競技である。今日の競技カルタは、小学生から高齢者まで幅広く、性別を問わず、行われている。一般的なイメージである、文化活動や伝統文化という側面もあるが、一方で、T シャツに、ジャージでも行われるスタイルや、競技に、 高度な瞬発力、記憶力、精神力が必要とされることなどから、競技カルタは、カーリングやダーツなどと同じく、スポーツとしてり、組まれている。対人競技であること、札を払う時の激しさ、試合が長時間にわたり、一般の想像以上に、気力、体力も求められることなどから、畳の上の格闘技とも形容される。 競技人口は、社団法人全日本カルタ協会では100万人としているが、これは、学校や子供会活動における正月の100人一種大会の参加者も含んだ数字としており、カルタ会に所属し、継続的に競技カルタ活動を行っているものはこれよりも、はるかに少ない、平成22年時点での協会の C 級以上の、正会員は2000人弱で、正会員となる必要がない。 D 級以下の者の、有段者であるが正会員登録していない者などを含めてもせいぜい1万人から2万人程度とされる。競技カルタにおける最高峰の大会は毎年1月に滋賀県大津市の大見神宮において行われる名人移選と女性部門のクイーン移選で勝者はそれぞれ名人、クイーンと呼ばれ、決勝の模様は毎年 NHK で放送されている。また、 大江神宮では、名人遺戦、クイーン遺戦の他に、全国高等学校国ら百人一種カルタ選手権、大会、カルタ甲子園などの大会も行われており、大江神宮は競技カルタにおける聖地となっている。近年は日本語を母語としない海外の競技者も増加している。2012年9月には、第一回の国際交流大会が開催され、日本のアメリカ、中国、 韓国、ニュージーランド、タイから参加があった。百人一種を用いた競技は明治時代以前から行われていたが、そのルールは地方、カルタ界によってまちまちであった。競技カルタのルールの統一が図られたのは明治三十七年、1904年、ジャーナリストの黒岩類光によってであった。黒岩は東京カルタ界を結成し、 第一回の競技カルタ大会を開催した。その後、ルールについては微妙な修正を経て、現在に至っている。競技カルタの全国団体としては、昭和9年、1934年に、第日本カルタ協会により全国統一が図られた。その後、戦中、戦後の分裂を経て、昭和32年、1957年に、 昭和29年結成の全日本カルタ協会に統一された。全日本カルタ協会は平成8年1996年に社団法人の認可を受け現在に至っている。協会では昭和30年1955年から男子選手の最強を決める名人戦を昭和32年1957年から 女子選手の最強を決めるクイーン戦を主催している名人、クイーン参照。他に百人一種の団体としては、競技制よりも文化的側面を重視する日本カルタイン本院、北海道で盛んな下の区カルタを行う全日本下の区カルタ協会が存在する。競技カルタの公式大会では、大石天狗同性のカルタ札が用いられる。 一試合では百人一種の百枚のアザ札のうち、無作為に選ばれた五十枚と、歌を読み上げる読み手用の百種すべての読み札を使いする。アザ札五十枚を裏返した状態でよく混ぜてから、互いに二十五枚ずつ取り、それを自分の陣地の畳に、上段、中段、下段の三段に分けて並べる。この札を並べる範囲は横センチメートルまでとなっており、 相手の陣地にも同様に二十五枚が並べられた状態が完成型となる。その後十五分間の暗記時間が設けられ、その間に自陣、敵陣の五十枚の位置を暗記した後、競技が開始される。暗記時間中の最後の二分間は素振りが認められる。暗記後は対戦相手、読み手の順に礼をしてから競技が始められる。これは、 カルタは霊に始まって霊に終わるという、カルタ道の精神によって、定式化されている。競技開始時にはまず百人一種に選定されていない、除歌。一般的には、王ひとしの、何は、図の歌が読まれる。これは、一旦、上の句下の句が通しで読まれた後に、下の句だけがもう一度繰り返れ、そこから読み札が一種ずつランダムに読まれていく。読まれた歌に対応する、自に、 相手より先に触れることで、その自殺を自身の取り札とする以降、アザ殺のことを単に殺と表記する。自陣にある殺を取った場合、その殺を自身の横に置くなどして自陣から除外する。敵陣にある殺を取った場合は、その殺を陣から除外した上で、自陣にある好きな殺を一枚敵陣に送ることで、自陣の殺が一枚減った状態となる。後者を、 送り札という、一般的なカルタ遊びのように取った枚数を競うのではなく、自陣の札を減らして敵陣より先にゼロにすることが勝利条件となる。競技カルタにおけるお手つきは単に違う札を取るという一般的な解釈とは異なり、読まれた札のある陣と反対の陣のいずれかの札に自ら触れることを指す。なので、読まれた札と同じ陣内にある、 別の札を触った場合は、お手つきにならず、また、目的の札に触れた際、札が動いた勢いで、反対の人の札を動かした場合も、反対の人の札には、地の趣旨で触れていないためお手つきにはならない。相手がお手つきをした場合は、自陣の好きな札を一枚的陣に送ることができる。読み札は百種すべてが用意されるのに対して、場にある、自札は、半分の枚のため、 読まれた歌の札が、自陣、敵陣どちらにも存在しない場合もあり、これを、カラフだという。空札が読まれているのにもかかわらず、自陣、または、敵陣のいずれかの札に触った場合もお手つきとなる。また、お手つきには、ダブルや、空ダブと言われるケースもある。ダブルは、敵陣の札が読まれて、自分がその札を取り、対戦相手がこちらの陣の札を触った時に、 成立する。この場合は札を2枚送ることができ、相手と自分で3枚座がつくことになる。空ダブは、空札の時に敵人、自陣を共に触ってしまった時に成立する。この場合、相手から2枚札が自分に送られ、相手と自分で4枚座がつくことになる。ただし、両者ともお手つきをした場合は、ともお手、ともつきと呼ばれ、互いに送り札は行わない。 札を取る手は一試合を通してどちらか片方の手のみが認められる。試合開始後最初に札を取りに行った方の手で最後まで取り続けなくてはならない。札の配置は競技中に相手に宣言することで自由に動かすことができる。ただし、頻繁な移動や一度に大量の札を移動させることはマナー上好ましくないこととされている。これらを繰り返し、 自陣の25枚の札を先に絶無とした方を勝者とし、競技は終了する。場にある自殺が下の句であるのに対して読まれるのは上の句であるため、100種すべての上の句と、その決まり字を知っていることが競技の前提となる。3字目までで確定する札が100種のうち86種、存在すること、決まり字は、経過により短くなっていくことから、瞬発力と反射神経。 暗記力が求められる。一試合あたりの所要時間は大会やルールにもよるが暗記の時間を含めるとおよそ90分かかる。これはサッカーの一試合の時間に等しく全国クラスの大会では勝ち進むとこれを最大5号から7試合繰り返すことになるので大会を制覇するためにはかなりの体力、持久力、集中力、精神力が必要となる。 参加人数の多い試合や練習の時は時間短縮のため、同じ会場、同じ時間、同じ読み手で進行する試合での50枚の取り札を各組とも統一することがある。競技時の服装に原則として制限はなく、ジャージに T シャツの組み合わせが一般的になっているが、名人、クイーン戦をはじめ、国民文化祭や女流選手権大会など一部の大会は、 和装が義務化されているため、こうした大会に出場する場合には事前に、衣装の準備を行う必要がある。膝を痛めないように、膝当てやタオル、座布団などを使用する者も,もいる。多くの競技では一競技に一人以上の審判が、つくのが一般的であるが、競技カルタでは、基本的に一組に一人の審判がつかない状態で、行われるため、ルールは競技者で、 判断しなければならない、セルフジャッジの部分が多い、そのため競技ごと対戦者ごとにルールが曖昧になる場合もある。ちなみに、二人がほぼ同時に札に触れ、その時間差が互いの競技でも解決できないほど逼迫している場合は、その札があった人路側の競技者の取りとして処理する、政務と呼ばれる。競技カルタ大会の方式は、個人戦と団体戦に分かれる。 個人戦はトーナメント方式で行われる。全日本カルタ協会以下、全日協が主催する大会のうち、通常の公式戦は A 級、4段以上、B 級、2段、3段、C 級、初段、D 級、E 級、無段の5階級に分かれて実施され、下位の級で一定以上の成績を収めることで、商談の権利を得て上位の級に昇級する。詳細は9位。 第2予算。なお、C 級以上の階級で、個人戦に出場するためには、所属会を通じて、全日協の正会員になる必要がある。こうした昇級、商談に関わる大会は、カルタ会の主観等により、全国で年間50回弱開催されている。これとは別に、地方大会では、公式戦とは別の基準による階級分けを実施している場合がある。また、 全日本大学カルタ選手権大会、全国小中学生カルタ選手権大会など、実力、階級別ではなく、学年別にトーナメントを実施する大会も存在する。敗者復活戦を設けたり、敗者も一定の試合数を取れるよう配慮した大会もある。公式戦は原則として、年齢、性別関係なく、自身の階級に応じて、出場可能だが、 全国学生選手権大会、小学生、大学院生、全国高校選手権大会、高校生、全国女流選手権大会、生のみ、全日本シニア選手権、大会、50歳以上などのように出場できる選手の対象を絞っている大会もある。また、名人移戦、クイーン移選予選、A 級のみ、全国カルタセリ選抜大会、A 級入賞者のみ、 全日本カルタ選手権大会 A 級のみのように出場対象を A 級選手に限定している大会もある。対戦は選手名、所属会などが記された対戦カードを裏返しにしてよく切り対戦ボード上に並べていくことで決定する。同会の選手同士は原則として対戦しない。トーナメントの性質上一回戦では不戦勝実質的には シードが頻繁に発生する。団体戦の方式は、大会により異なる。代表的な団体戦方式の大会としては、全国職域学生カルタ大会、職場、学校別、全国競技カルタ各会対抗団体戦、カルタ界別、国民文化小倉百人一種カルタ競技大会、都道府県別、全日本大学カルタ選手権大会、団体戦の部、大学別、 全国高校選手権大会、団体戦、高校別などが存在する。例として、全国職域学生カルタ大会を取り上げる。同大会は5人形式による団体戦であり、参照した方が勝ち点を獲得する。登録は8人まで可能であり、首相8勝までの章順を決める。8人の中から、対戦ごとに5人の対戦順を決める。 双方の対戦順は事前に分からないため、どこに誰を配置するか駆け引きの場になる。組み合わせによっては、個々人の段位の比較では、実力の高いチームが敗れることもあり得る。A 級、E 級に分かれて、リーグ戦による勝ち点、勝ち数により順位を決定し、昇級、高級が決まる。職域大会では、一定の条件下で一つの団体、職場、学校から、 複数のチーム、A チーム、B チームなどが出場可能であり、また同じ団体の所属であれば良いため教師と、生徒、カルタ部顧問と部員によるチーム編成も可能であるなど、他のスポーツ、競技にはあまり見られない特色もある。その他の大会でも、団体戦は5人形式を取るものが多いが、全国競技カルタ各解体校団体戦は3人形式。 6人登録を取っている。団体戦には、試合中のメンバー間での掛け声や、札合わせ、チームとしての勝利の確率を上げるため、送り札で取られる、戦略等の掛け引きなど、個人戦とは違った魅力がある。全日本カルタ協会では、A 級から E 級までの級くらい、初段から10段までの段位を定めている。級は、大会に出場するクラスのことであり、 通常は A 級が4段以上、B 級が2段、3段、C 級が初段、D 級、E 級が無段、有段者も9位を合わせ持つ形となっている。実力による段位は8段まで、9段、10段は功労者に与えられる。初段から8段までは免許、9段は隠許、10段は推挙状となる。A 級は名人戦、選手権、 選抜大会などのタイトル大会への参加資格を持つ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。